梅田地区の鉄道駅の位置関係。駅名は右上の四角マークで地図を拡大し、アイコンをクリックして表示される。梅田駅は大阪府大阪市北区角田町にある大阪市高速電気軌道御堂筋線の駅である。駅番号は M16。いずれの駅も当駅か徒歩での連絡が可能である。谷町線東梅田駅、四ツ橋線西梅田駅とは同一駅扱いであり、以下のような乗り継ぎ制度がある。1933年、曽根崎警察署前付近にて、仮駅で開業。1935年に、現在の位置にて、本駅が完成した。開業当初は1両での運行だったが、将来の輸送量増加を見込み、ホームの有効長は189メートル、幅は 9.1 メートルの島式ホームが建設された。これは、開業当初の車両の大きさで10両編成に対応できる有効長であった。しかし、戦後は、そのような巨大なホームをもってしても急激な輸送人員の増加に対応できず、ラッシュ時には改札制限が常態化するなど、当駅は終日激しい混雑に見舞われるようになった。そこで、混雑の解消と乗降人員の増加に対応するため、1988年から改良工事に着手した。太平洋戦争前から2号線用に準備されていたものの動線建設時の落盤事故などで東梅田駅側へのルート変更に伴い放置されていたトンネルを転用して幅12メートルの中、百舌方面行き新ホームが作られることになり、1989年に完成した。従来の中、百舌方面の線路を移設の上、その後のスペースをホームに組み込んで一本の島式ホームにした結果、ホームの幅は 9.1 メートルから並列した2本のトンネルをまたぐ形の 24.5 メートルまで拡幅された。1番線ホームと2番線ホームの間に壁があり、数箇所の短いトンネル状の通路を設けた形なのはこのためである。改良工事は1991年に完成し、コンコースも拡幅された。千里中央方面行きのホームに立つと、旧中百舌方面行きの位置が現在でもわかる構造になっており、千里中央方面行き列車の梅田到着直前に、右側の窓を眺めるとわずかながら、蛍光灯に照らされた、旧中百舌方面行きの線路跡を確認することができる。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。ホームの幅は、1番線が12メートル、2番線が 12.5 メートルであり、大阪メトロの駅では最大の 24.5 メートルが確保されている。1番線と2番線の間は壁で仕切られているが、壁に開いた出入り口によって往来が可能。改札口はホーム中津寄りの北改札、ホーム中ほど付近の中改札、ホーム淀屋橋寄りの南改札がある。中改札と南改札の間には、駅中商業施設である駅も梅田があり、14の店舗が並んでいる。2番線南側のアーチ天井部に横40メートル、縦4メートルの LED モニター、Umeda Metro Visionが設置されている。駅リニューアル工事の一環として2019年夏に着工、同年11月に完成し、試験放映を経て、同年12月1日から本格稼働した。コンセプトは、大阪から世界へ、総工費は約3億円である。また、大阪メトロは、地下における LED スクリーン最大ディスプレイとして、ギネス世界記録に申請し、同年11月30日に登録された。2020年11月10日の1日、乗降人員は345,789 人である。同社の駅では、第1位で、地下鉄単一路線の駅としては、日本一乗降人員が多い駅である。また、2002年の1日乗降人員は 398,786 人である。各年度の1日乗車、降車、乗降人員数は下表の通りである。交通量調査に基づく特定の1日の乗車、降車、乗降人員である。出店、大阪府統計年間大阪市統計所梅田は大阪市最大の繁華街、オフィス街である。難波と並ぶ大阪の商業の中心地であり、淀屋橋とともに大阪の代表的なオフィス街である。百貨店、ファッションビル、専門店、ホテルオフィスビルなどが集積し、関西最大の超高層ビル群を形成している。ありがとうございます。